いる。そりゃクリムソについで地下でも大人気よ。いるぜ。ショック中黒中黒中黒。モッチ屋の声が出なくなった頃あたりからあんま聞かなくなったね。初期の頃はビジュアルも完璧だったし好きだったわから、個人的に五重嵐サウン。いいギター作ってるよな。音楽学校もやってるんだっけ。若い宇宙の若い。エスプチャウデア。ナイスもええで。若い頃のグレッグ・レイクの声が好きでたまらん抱かれた日。アナログシンセのキチガイサウンド。兄の方がベース弾きで先に出世したような兄弟揃ってお笑いの道を歩むと流行るもんだ。ジェフリンは天才。展覧会の絵しか知らない。アクアタルカスの人か。久しぶりそいつはゲイだなー部長。ユイエル&アンピープが正しいにわかどもめ。パウエルの立場は。ゴエスプや。遅れてごめん。地下に生息する隠れプログレオタのお前らと交流できる機会か。あの三人の演奏は奇跡。七それよ。エオがやっとだ知らん。なんだよエロって。エマーソン・レイク&パーマー。ジャック。ブルースにレミーにデビッド・ボーイにエマーソンか中黒中黒中黒フリップ高志氏は100歳まで生きててくださいね。キース・エマーソンが、ゲスポで確認してきた。23オーエレクトリック・ライト・オーケストラ。絵を知らないでパフィー聞いてたとかありえん。90年代に流行った黒人3人のグループ。PLO。なんか薄っぺらい会話が続くな。AKB オタに洋楽好きが多いは嘘だと思う。恐怖の頭脳改革という放題の凄さ。21世紀の精神異常ものと加減し心母と川の時代のセンスは好きだな。ELP は実はプログレマニアからはそう好かれてるバンドじゃないから。カンパニーフロー。エイリアンより前にギーガージャケなのもいいね。あのアルバムのおかげで英国第二国歌を知ったよ。あちらでは新年のカウントダウンの後に。カール・パーマーのチャイコフスキー-1812 年だっけ。ドラムソロで最後にあれあるやつあれ好きだったな。タルカス好きだぜ。大河ドラマの平野清盛でも使われてたな。驚いた。初めてライブというものに行ったのが ELP 後楽園球場ハードロックとプログレの二大勢力がピークを極めていた頃遠い昔。エマーソンってまだあのでかいムン持ってたのかな。あれは博物館に寄贈するべき。38位来日の時の。歴史のあじゃないか。エブリリトルピンク。ハーマイオニーの人か。タルカス衝撃。俺は高速道路使わないから。日本のバンド音楽がようやくこのレベルに来た感じかな。30年遅れ。ELP。指が動かなくなってるのに来月、公演の予定が組まれていて、当て振りするくらいならピーンだ方がマシと追い詰められピー。そういうことなのか。三大つまらないプログレバンドの一角。パウエルは黒歴史。49残りの二つは何なの？ハロータさん。50プロレス好きならそれはない。小室の師匠か。51ハロータじゃねえよ。キンクリフロイドほんとつまんない偉大なバンドなんだろうが俺には理解できん。